皆様改めましておはようございます。ここからの時間ステージ司会を務めさせていただきます吉田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあ10時から開場いたしまして、お店もオープンしましたけれども、皆様お楽しみいただいておりますでしょうか。今日はですね、本当に ありがとうございます。今日も本当にいいお天気に恵まれまして、たくさんの飲食ブースとともに、ここからのお時間はこちらのステージパフォーマンスにてお楽しみいただければと思います。さあそれでは先ほどから準備を整えていただきまして、もうバッチリと準備も整ったようでございますので、ここからのお時間は海上自衛隊呉音楽隊の皆さんによります演奏をお楽しみいただきます。それではよろしくお願いいたします。
機はクレ音楽隊長三等会佐新藤智樹、そしてご案内役は会士長谷口瑞希です。どうぞよろしくお願いいたします。オープニングはファンクバンドクールザギャングのナンバーからセレブレーションをお送りしました。続いてはスタジオジブリ作品魔女の宅急便から海の見える街をボサノバのリズムに乗せてお送りいたします。主人公のキキが憧れであった海の見える街に降り立つシーンで使用されるこの曲ですが、ここ呉市も海の見える街、同じ海でも高台から見える海、波止場で潮風が感じられる海、いろいろある中で皆さんはどんな海の風景がお好きですか？それぞれにお好きな海の風景を思い浮かべながらお楽しみください。どうぞ。
ード担当階層西野隆博、ピアノ二等階層八木理恵、フルート二等階層野町武雄、ユーフォニアム三等階層原大輔、ありがとうございました。海の見える街をお送りしました。ところで皆さんはお好きなアニメはありますか？新しいアニメが続々と登場する中、30年以上愛され続けている国民的アニメもあります。本日は日曜日、日曜日の夜といえばまるちゃんやサザエさんの顔が思い浮かんだ方も多いのではないでしょうか。続いては1990年に放送がスタートしたアニメちびまる子ちゃんの音楽をお楽しみいただきましょう。昭和の懐かしさも感じられるまるちゃんのほのぼのとした日常が描かれており、それがまたこのアニメのいいところ。明日からまた学校や仕事が始まりますが、本日はお腹も心も満たして1週間のスタートに備えましょう。それではどうぞ。
思い出をお送りしました。突然ですが、本日呉市以外からお越しの方はどれくらいいらっしゃいますか？たくさんいらっしゃってくださってますね。ちなみに広島県以外から来たよって方、おお、ちなみにどこからいらっしゃいましたか？千葉県。千葉県出身です。遠いところからありがとうございます。呉を満喫して帰ってくださいね。さて、海上自衛隊の金曜日といえば各種メディアなどでご存知のことかと思いますが、カレーの日です。海上自衛隊では船や潜水艦など部隊ごとに工夫を凝らしたオリジナルカレーがあります。呉市内の飲食店ではその味を忠実に再現し、艦長司令からお墨付きをもらったカレーを食べることができるんですよ。本日はたくさんのお店でカレーをはじめ呉のグルメを堪能することができます。ぜひ皆さんの推しカレーを見つけてみてくださいね。それでは呉音楽隊の推しの歌カレーライスの歌を隊員の歌と手遊びを加えたクレヨンスペシャルレシピでお届けしましょう。おしまいはスイングジャズのスタンダードナンバーをお送りしましょう。セクションごとに次々と繰り広げられる華麗なパフォーマンスと呉音楽隊ならではの迫力あるサウンドを存分にお楽しみください。ラストナンバー、シンシンシン。
もう一曲ご披露いただきたいなと思うんですけれども、いかがでしょうか。お願いいたします。
自衛隊コレクションが行われます。普段なかなか見ることのできない艦艇の見学会も行っておりますので、この機会にぜひご覧ください。最後までお聞きいただきありがとうございました。この後のクレ海事カレー、クレグルメセットに